頼んだよ。イエガー訓練兵の援護のため大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに押せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。頼んだよ頼んだよ。了解だ。巨人が出現して以来人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功したとき人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。僕の立てた作戦は採用されたけど、この作戦で正しかったのか。同期で座学がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。ちくしょう、キリがねえぞ。頼んだよ頼んだよ。了解だ。頼んだよ。あっちは苦戦してるのかよ。行くんだ。頼んだよ。わかったぜ。まずいな。巨人に邪魔されて補給物資を運べない。頼んだよ。大丈夫だ。助かった。補給物資を持ってきたから使ってくれ。ジャンも補給班だからその辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。やったぞ。僕だってやってやる。無縁団やばいってことだよな。頼んだよ。分かった。僕だってやってやる。飛行士か。こっちの誘導に引っかからない。おびき寄せられないなら直接倒すしかない。もらっていく。あっちは苦戦してるのかよ。負けるもんか。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。了解だ。頼んだよ。了解だ。頼んだよ。頼んだよ。了解だ。僕だってやってやる。頼んだよ。死に急ぎ野郎の援護に回った結果がこのざまかよ。できんな。頼んだよ。僕だってやってやる。頼んだよ。了解だ。負けるもんか。頼んだよ。分かった。頼んだよ。できた。助かったぜ。補給物資を持ってきた。お前も使ってくれ。負けるもんか。今ならやれるはずだ。エレンに死なれても困るし。オーニー、負けるもんか。なぜここに。頼んだよ。了解だ。
頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。頼んだよ。了解だ。頼んだよ。分かったぜ。できた。頼んだよ。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。助かってよ。役に立てた。兄、一人で何しているんだ。罠を運んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのが便利でしょう。頼んだよ。了解だ。頼んだよ。分かったよ。頼んだよ。同じ班のライナーたちとはぐれてね。見かけたら私は無事だと伝えておいて。頼んだよ。分かった。頼んだよ。かなり巨人を減らせたぞ。これなら大岩の方から連弾が。何か緊急事態か。負けるもんか。頼んだよ。頼んだよ。分かったぜ。周りの巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。エレン、あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは
巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、私がわからないの。避けろ。